はいどうもこんにちは。昨日のドッキリグランプリね、見たんですよ。モネちゃんが初めてドッキリに引っかかるっていうやつなんですけど、まあ、たまにこのドッキリグランプリって芸能人が本気で考えるってやつですよね。たまに見てるんですけど、股間のパンツにねスースーするやつとかは面白いなと思ったりとか、セクシーゾーンの菊池風磨くんがねよくね引っかかってるというか、まあなんかジャニーズのドッキリ引っかかり担当みたいな感じになってて、結構リアクション面白くてね、たまに見たりはしてるんですけど、でまあそれで昨日のモネちゃんのあれなんですけど、ドッキリなんですけど、まあいわゆる番宣でしたね。なんか本気のドッキリっていう感じじゃなくてね、普通にこうまあドッキリとしての質がどうのっていうよりは、思ったのはなんかこうモネちゃんのあそこにこう後からね入ってきたんですよね。最初はミキのねお兄ちゃんの昴生がねなんかこうスースーやられてて、なんかこう引っかかってるところに後から入ってきたみたいな感じでしたけど、思ったのがなんかこうあれでしたね、モネちゃんってなんかスターのオーラみたいなのがすごい出たなっていう感じ、まあ、なんかなんていうか入ってきた瞬間にファッと華やかになるっていうか、大物が来たなっていう感じがねする人になったんだなこの1年でって、ちょっとね、まあ、そこはすごい。1年前じゃ全然そういう感じがなかったじゃないですか。まあ1年前はね普通のね新人の女優さんみたいな感じでしたけど、まあ、こいつで一個ですよね。売れっ子女優のオーラがすごい出るようになって、まず雰囲気がね華やかだったなっていうのはちょっと昨日の印象でしたね。だからドッキリの質というよりはモネちゃんが場にこう画角の中に入ってくるとファッとこう場が明るくなる、なんかそういうのが思ったなって感じでした。こんな感じで、ではでは。